森口ジャンクションは大阪府森口市にある近畿自動車道と阪神高速12号森口線を結ぶジャンクションである2014年3月23日に共用開始したこれまで近畿自動車道と阪神高速12号森口線は近接していたものの直接接続するジャンクションは設置されておらず阪神高速12号森口線から近畿自動車道に進む場合は 森口出入り口で一旦一般道に降りて、大阪府道2号大阪中央環状線を経由して、上り線は、節津南インターチェンジから、下り線は、大東鶴見インターチェンジから、近畿自動車道に入り直す必要があった。このため、乗り継ぎの利便性の向上、周辺一般道の渋滞緩和を目的として2つの高速道路を直結する。 森口ジャンクションの建設が1970年代から計画された。一旦は出入り口部分から着手されかかったが、オイルショック等の財政難の煽りを受け40年近く、工事は凍結されていた。なお、近畿自動車道と国道1号寝屋川バイパスは直接接続しておらず、これまで通り設南インターチェンジ、または大東鶴見インターチェンジを利用する必要がある。 均一料金区間のため、料金所は入り口のみ。ありがとうございます。